パチスロ万葉集マロと姫の五七五。おじゃる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 。では早速オープニングエアーケマイから行こうぞ。ほれー。さあ、ということで、ボールが返ってこないということで、今回がなんと2回目でございます。2回目でおじゃるおじゃる。さあキャラがもう早速迷っているでおじゃるよ。2回目があったということはなんと1回目が好評だったらしいぞよ。なぜ誰も喋らぬ。まあとりあえずみんなが喋りにくそうなので、自己紹介からいきたいと思うぞ。ではそなたから行こうか。はい、私中段のおちぇりと申します。今日は隣町の姫がいらしているということでとても楽しみに来ました。ふわ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 しておるぞよ。では、私、今回から名前がつきました。ニッタロビンソンことマロニッタでぞよ。でぞよぞよぞよマロニッタぞよ。マロニッタぞよ。隣町の姫を紹介して差し上げてくださいませ。大丈夫じゃ、段取りは分かっておるぞ。ではどうぞ。初めてお目にかかりまする、お銀だ前でございます。よろしくお願いいたします。いいぞ、全然いいぞ。あの前回もこんな感じじゃったぞよ。ということで早速この企画を説明すると、とりあえず今からパチンスローを実践する。そして思いついたことを五七五で歌う、はい、それだけじゃ。あとはそれっぽい口調で頑張るだけじゃ。はい、喋りにくかったらどんどん変えてくれて結構じゃぞ。さあということで、前回同様、今日の意気込みをまず五七五で歌ってみようぞよ。はいはい。もう一回やるか。オープニングを。大丈夫。だいぶ言葉が違うぞよこれ。それでは書けたかな。はい。ではおちぇり姫からお願いします。はい、はい、2回目も楽しくみやびに過ごそうぞ。あーいいじゃの、はい、いいじゃの。ちぇちぇちぇみやびに、みやびにがいいぞね。本当ですか。ちょっとぽいぞぽいぞ。よかったでございます。それでは私が歌ってみようぞ。はい、これやこの歌って買って糸お菓子。さあ早くも天下の宝刀糸お菓子を抜いてみたぞ。もうオープニングが不安で不安でポサを出そうと早くも天下の宝刀を抜いたぞよ。それではお銀姫参ろうぞ。初参加二人にサポート頼もうぞ。あ、素敵。あのカタカナは使っていいんだぞ。別に平安、そうか、まあまあ、あの頃はなかったとて。ひらがなでサポートかわいいでございます。いいじゃの、いいじゃの。これは期待できるんじゃないか。今日の歌はどんどん実践中歌っていってほしいぞよ。あとできるだけエンディングに向かってキャラを固めていけばそれでいいと思うぞよ。では、まあそれ以前に実践楽しめるように、はい、いい歌を読めるように、はい、頑張って実践の方よろしくお願いするぞよ。それでは実践スタートぞよ。さあそれでは私マロは、さあそれではマロは地獄少女からいきたいと思うぞよ。当日00の297ゲームから、ちなみに前日やめゲーム数が269ゲームと、いう大ぞよ。一応ね、今回2回目ということで、まあ、前回のやつがあるから、一応見てはきたけども、
何の参考にもならなかったぞよ。いや結局こう何が正解なのかわからないぞよ。改めましておぎんと申します。初めての経験ゆえ大変心臓の音が大きな音を立てておりますけれども、本日は楽しんでまいりたいと思います。何卒よろしくお願いいたします。はい、ということでもう普通に行っちゃってもよろしいですか？ OK、 では普通に行かせていただきます。わからないですよ昔の言葉。なんか話せば話すほど雰囲気を出せば出そうとすれば出そうとするほど変な感じになってそうな気がするので、はい、もうね戻させていただきました。でこちらの台は本日2回すでに、当たってますね。で、今6ゲームで、おそらく最初のモールデッドアタックなのかなという感じです。それでは実戦の方スタートさせていただきますぞ。この台はボーナスが1回、ラッシュには一度も入っていない台でございます。まあ、今96ゲームいい感じに楽しい展開を引けるように頑張りたいと思います。本当はこの、ね、151ゲームから200ゲームの間にレイカーズに突入してほしい。お、ちょっとちょっと今176ゲームで入ってくれたので通常日の大チャンスかな。確か400ゲーム以内に、当選、赤だと300ゲーム以内に当選みたいな感じになってたと思うんですが、そこはかなわずとも、おそらく通常 A まで引っ張られるってことはないと信じて、はい、打っております。いやでも今日本物のマロニッタさんを拝見して、いやすごいなと思って、あれ全部ご自身でメイクされてるんですよ。本当にお上手、めちゃめちゃ上手にこうお手もやのチークみたいなのもされて、あとマロ眉も描かれてましたし、本当に何でもできる方ですね。面白いし、今のが MB じゃな、やっぱりで、このチェリーのチェリーベルだったっけ、なんかあるのじゃな、うん、これ確かレア役扱いじゃったぞ。赤いぞ、これは、何かないつも適当に回せるからよく分かってないのじゃ。これは前兆でいいのかな、だからゲーム数が出るときがチャンスゾーンだな、うん、今のあのでもいい感じだぞ多分。風が吹いてるぞ、これ当たるよ、あこれ当たりじゃ、なんじゃこれは、479ゲームじゃ
まあとにかく、投資が、6000円で当たったから狙ってみる。見えるので、いくよ。よいしょ、いい。これ緑の方が確か良かったのじゃな、うん、それでは一句読もうかな。当たった初当たりのタイミングでできたぞよ。それでは歌ってみようぞ。非主知識ないならトークでごまかせよ。非主知識ないならトークでごまかせよ。これはライターの腕、地形がすごい出るぞ、うん、ちなみにマロはできなかったぞ、それでは行こう。さあストックできるように。ラストじゃ。やばいの。生き返らせてくれるのか。反省が足りないようだ。お次はロックピーだ。締めはダメじゃ。はい、ワンセット73枚じゃ。やめようぞ、48ゲーム。これもったいなかったの、まあいいか。ではとりあえず横のセイクリットセブンに。さあ、というわけで、好きなセイクリットセブンに移動してきたぞよ。389ゲームからじゃ。これはただの、趣味打ちじゃ。なんか昨日、一昨日か。なんか寝違えたかなんかでこうすごい痛いんじゃ、こう振り返ると痛いんじゃ、すごい肩というか首が。そういう時に撮影とかね、パチンコ屋に来る と大変なんじゃ。このもう周りいろいろ見ないといけないだろう、これ痛いのだこれ。ちょっと書いとこうか一応。ずっとパチスロー打っててもね、あれなんで。それではできたぞよ。右よりも左に向くと首痛す。右よりも左に向くと首痛す。寝違えた歌じゃ。まあ、こういうのも入れていこうぞ。これで投資が1万。何もない。どうだろうか、どうだろうかばっかり言ってるけど、お、なんか来た。1、2、3。よし、強チェリーか。チャンスメビ、チャンスメビ。よし、なんかなってください。何かこれきっかけでことが起きてほしい。キュベ、頼んます、頼んますでござります。あ、赤いタイトル。よし、強い強い強い。よし、飛ぶぞ。よかった、やっと展開が。371ゲーム、投資がジャスト10本。移植ボーナスです。チャンス目 B からの移植ですね。はい、とりあえずボーナスゲットです。よかったでござりまする。たまに150枚ラッシュにはいけませんでした。頑張ります、うん、ちょっと投資10本今使い切って下皿もなくなりましたので、打ってる感じ、やれる感があまりしないので、まだ空き台があってちょっと見てみたいなと思うので、
一旦移動したいと思います。ここで一句読ませていただきます。1代目全然ダメで大移動。1代目全然ダメで大移動。なんかもう感覚的に何もないしちょっと違うなと思ったのでこちらの方に移動させていただきました。まあちょっと1代目はまどかさんたちと心を通わせることができなかったんですけど、2代目こそはちょっと愛をちゃんと伝えてこう女神が微笑んでくれるように頑張りたいと思います。今72ゲームで置いてあった台なんですけど、ボーナス3回と魔女の結界3回ラッシュ1回で、さっきの台はラッシュには入ってない台だったので、まあ結界も3回入ってるし、さっきのところよりは少し希望が持てるんじゃないかなというところでこちらに移動させていただきました。なんか手応えが早い段階で感じられると良いのですが、いやー、あ、なんか来た、ほい、スイカ、あ、歌ってらっしゃる、あ、キンコン来ました、キンコン、ほい、よし、赤7ですね、スイカかな、スイカからの赤7ボーナスです。はい、投資が向こうで10本、こっちで4本なので合計14本です。よかった、はい、150枚でラッシュまたしてもゲットできず、でも大丈夫です、まだ移動したばっかりなんで、あ、そして夕方ステージまだ諦めないあ、マミさん、いやちょっと今ボーナス中ミニキャラが踊ってるやつわかると思うんですけど、それを選んで打ってたんですが、そこでちょっと一つ歌を思いついたので書きたいなと思います。はい、できました。まどかたちみんなの笑顔を守りたい。まどかたちみんなの笑顔を守りたい。今ボーナス中にミニキャラが踊ってるやつを選んで打ってたんですけど、みんながニコニコ目を合わせながらこう踊ってるわけですよ。それを見てやっぱりこう物語はちょっとしんどい展開なんですけど、まあ、このスロットの中ではラッシュ中とか特にみんなで走ってこう戦いながら目を合わせてみんなで笑ってニコニコ楽しい時間を過ごしているので、そこに早く連れて行きたいというラッシュに入りたいという意気込みを込めた笑顔を守りたい歌でございます。さあ、このモルデタタックで線、あ、行きましたね、言ってるそばから2回目の1000ポイント到達でございます。待ってる、エブリンって言った、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、確認確認確認、まあセリフをいつも確認するんですけれども、初めてのセリフを、はい、聞くことができました。待ってろよエブリンと言われましたので、これはセリフ発生から199ゲーム以内にクライマックスバトルオア AT 当選ということで、
まあ、446ゲーム現在ですから、まあまあまあ646ゲームまで、まあ、そうですよねという感じではありますが、初のこのセリフね、ちょっと待ってろよエブリン、 OK 待ってろよエブリン、待ってろよ、待ってろよエブリン、おかしいですな糸おかしい、はい、楽しみましたので下げますいやちょっとこれは何度もボタンを押してしまうくらいテンションの上がるセリフでしたなかなかね聞くことができないので、はい、475ゲームディナーの始まりでございます。どんなディナーをいただけるのか、もういつ当たってもおかしゅうない、黄色の枠のまま行きましたね。普段あまり変異ジャックとは対戦しないんですけれども、珍しいや、ダメなんですねそうですね、まあ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 ポイントを貯めるのじゃ。このセイクレッドセブンって一回当てると一気にこうなんかやる気がなくなるというかなんじゃのビッグ1回分でなんか当たる気がせんと思ってしまうんじゃの。ちょっと周りを見てこようかのさあそれでは続いてリノで歌ってみようぞ、本当は、忍び魂で歌ってみようかなと思ったんじゃが、さっきまで空いてたんだが取られたぞ、134ゲームから、はい、当日がまだ当たってなくて前日760ゲームやめと、なかなか恐ろしいリノじゃぞ。おいバーおりゃういっすうっす歌おうぞ。172ゲーム結構早かったぞよ。それではできたぞよ、3択を外せば奥歯削れてく、3択を外せば奥歯削れてく、今さっきもなったけどグッてなってこう削れていくぞ、マロの奥歯はどんどん。いい歌ぞよ、なぜ手応えがないんじゃ、ずっと手応えがないんじゃ。まあもうとりあえず打っていくぞよ、うい2度目の TC、さっきは、やっぱバーをとりあえず狙ってバー狙ったんじゃが、やはりこうバーはここでね止めたいと、7リップバーで止めたいということで、まあこれは冗談テンパったから、何狙おうか、青ならこの辺行くか、うん、そうしよう、ドンホーリー、そういうことでおじゃるよ。先に言っておくけども、昨日一昨日はすごい4000枚を1回超えているからの、昨日一昨日はさあもう昨日は15連だからな、1回目は左から行こうか、リプレイはいいぞよ、ぞよぞよ、
さあ何連できるか行ってみようぞ。どしどし行ってみようぞ。おれい2ゲームじゃん。調子がいいじゃない。これはもう、まだまくってないか。投資が9000円であるから450枚、もうほぼほぼまくったはずのよ。ほぼほぼ取り返したでおじゃる。さあここからじゃ。あれ、 あまりピンチ目というのはマロ知らないんじゃが、ここじゃの。ここピンチ目か。あ、これじゃ出たの。あれ、ちょっと待って、ちょっと待て、まだでもリップがそこまで出てない。これは落ちたじゃろう。だから早いんじゃて。ほらもうやめじゃ、21ゲームやめじゃ。うわー足りぬ、40枚足りぬ。じゃあ歌おうぞ。それではできたぞよ。昼下がり儚く消えたトマト夢。昼下がり儚く消えたトマト夢。4000枚見てたからの。これはもうちょっとがっかりじゃん、本当に。もう移動じゃ、これは410枚で移動じゃ。さあここでレイカーズに入ってという形ではないでしょうか。はい、対戦ステージですね。はい、激アツの前兆ステージとなっております。収録では2回ほどこの敗戦ステージ、はい、突入したんですけれども、実は私この敗戦ステージから撮影中に当てたことがないんですね。今回が初の、はい、当たりの映像となることかと思いますので、楽しみになさってください。赤色まで持っていきたいんですが、当たりますね。なかなかこんなの見られない映像です。私はこれ初めて見ましたね。はい、ミアバージョン、私はこれ初です。はい、ミアから生き延びろ、これで当てますので、はい、しかとご覧くださいませ。大丈夫です。はい、復活バージョンですね。601ゲームやはり通常 B に、降りました。クライマックスバトルですね、本日初の。というわけで、ちょっとここで一句読ませていただきたいと思います。では書かせていただきました。待ってろよ、エブリンいざなう珍言葉。待ってろよ、エブリンいざなう珍言葉。はい、ということで、私初めてですね、 MDA 終了時のボイスで待ってろよエブリン、このセリフを聞くことができました。
あのセリフによって今199ゲーム以内にクライマックスバトルをこのように引き当てたんですけれども、ここから先もう AT に当選したと思いエブリンインパクトを引き寄せたい、そんな思いで読んだ一句です。待ってろよエブリンいざなう人言葉、ありがとうございました。では行かせていただきます。もうシューティングアタックとかではなくエブリンインパクトを取りに行きます。さあまずはアイテム2つ開封します。まあ、あレアパワーいいじゃないですか。はい、レアパワーとファーストステージレベル1をいただきました。レアヤッパー取りたいところですよね。さあ赤も持ってますからね。はい、レベル5と13分の1で、70% の期待度となっております。はい、突破率 70% これは突破させるしかありません。では行ってまいります。はい、行きました。レア役ですね。もう振動しております。してますね、真ん中。まずは、ファーストステージクリアさせていただきました。あと1回、はい、2回突破型ですからね。お、はい、2回目ももう1ゲーム目にびっくりマークのレア役でしっかりとハザードラッシュをいただきました。気持ちよかはい、スイカでしたね。ありがとうございます。あー、エブリンインパクトではないです。普通のシューティングアタックですけど、まあ、エブリンに会える機会はこのハザードラッシュの最後にも可能性残っておりますので、まずはこちらでしっかりと取っていきたいと思います。レア役いっぱい引けますね。はい、紫なんで増殖増殖。さあやりますよ、お願いします。あ、いいね。さあもうこの時点でもうすごいですけど、もう一回、あ、ちょっと後まで行ったの初めてです。もう一回やる、いきます。いやー270ゲームこれは初めての経験です。最初から持ってたことはございません。いやー、はい、ということで私にとっては初のこのような数字、もうこれはですねこうするしかないでしょうということで読ませていただきました。一句です。そうはせよ玉虫色を身にまとい、そうはせよ玉虫色を身にまといというわけで、玉虫の、ね、色のようなこんなきらびやかな数字を前に、もうこれはそうは完走するしかないという、すごく意思を固めた一句でございます。
さあここで、ドカンと行きたいところなんですけれども、前半戦はこれにて終了。この感想は後半にとっておきたいと思います。あ、来た。今日プッシュボタンめっちゃ出ますね。しかも2台とも。はい、スイカもみさんありがとう。あ、違う、スイカじゃなかった。当たってますね。はい、よかった。これをラッシュに入れたい。お願い、ここがつくのを願って。赤7ボーナスですね。はい、いただいたでございます。よかった。ボーナス中に7ぞろい2回しまして、ラッシュとマギアクエストをゲットしました。なので後半はそこからスタートしたいと思います。後半どんな素敵な歌を生み出せるか、そしてラッシュを伸ばせるのか、ぜひ楽しみにしててください。前半終了でおじゃる。おじゃる、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 おじゃる。なんだこの空気は。楽しくなかったのか前半戦は。ええ、楽しゅうございました。楽しゅうございました。あんま展開が良くないのか。え、実戦中もずっとそのような感じでいらっしゃるんですか。最初はちょっとやばかったけども、徐々にやっぱ馴染んでくると。だんだん、うん、マロが降りてきました。マロが降りてきたの。素晴らしい、うん。どうしましょう。私ずっともうあの現世におりまして、うん、そういうあれじゃないんですけれども。いいぞよ全然。なんかまあ最終的にあの落ち着けばいいから、うん、最終的に落ち着けば。おぎん姫はまだ1回目だから、こちらもう2回やっとるから、はい、うん、そうでございます、ね、そうでございます、そうでございます、だそうです、そういえば前回ござるござると言ってたのはどこに行ったのだ。ござると、うん、あのディアンスっていうのを使って。あれ意外と面白かったぞ。本当に全然おろしてもいいぞ。あれはござるか、ござる、あの忍者とかね、うん、はい、武士系のいいぞよ。あれでもござる姫で本日も行かせていただきますけど、かまへんぞよ。さあということで、前半戦に読んだ歌をちょっと聞かせてもらおうかのということで、はい、おちり姫から、はい、お願いしようかな。私から何枚読んだかな。2枚でございます。どんな歌を読んだのかな。私、うん、1つ目が、うん、大移動をさせていただいたのですが、おまずその台を移動した時の歌、うん、1台目、うん、全然ダメで大移動と、はい、その時のね、うん、状況を、はい、残させていただきました。わ、うん、かりやすい。テロップに起こすよりもここに書いた方がわかりやすいからね。、うん、そういうことじゃ。もう一つは、うん、まあちょっと移動した先で、うん、まあボーナスを引いた直後にいろいろちょっと心境が私の心の中でこうざわざわしたので書かせていただきました。まどかたち、みんなの笑顔を守りたいと、うん、はい。これどういう意味なのか。どういう、ちょっといまいちピンと来なかったぞ。あのボーナスの時になんかみんなでこう踊ってるやつがあるんですよ。笑顔ですごい楽しそうに踊ってて、あるの、なんかそれを見てたらこうまどかたちにはずっとこう笑っててほしいなっていう気持ちがこう込み上げてきたので、ラッシュ中は結構みんなでこう力を合わせて戦いながらずっとニコニコ走ってるんですよ。で早くそこに連れて行きたいなっていう、このラッシュに入りたいっていう気持ちが込められた歌でございます。あ、なるほど。あのだからラッシュ入ってないということなんだな、まだ。あの簡単に一言で言えばバレてしまいましたね。そういうことじゃな。うん、はい、とりあえずあの騎手への愛は伝わった。あ、本当でございますか、うん、よかったでございます。後半も引き続き頑張っていただきたい。はい、はい、ありがとうでござる。はい、出た武士。それでは、おぎん姫拙者の番ですな。拙者の番です。急に武士が増えたぞ。、はい、じゃあ、歌を聴かせてくれるのか。ごそごそ。お。あの交換はこっちで足すから。大丈夫だ。拙者1枚目はこちらでござる。
待ってろよエブリンいざなうチン言葉。あら、なんか素敵だわ。あのチン言葉ってのは何度だですね、うん、モールデッドアタックの最後でびっくりマークを押すと、うん、いろいろとセリフでこう、うん、示唆を行われてると思うんですけど、それで初めて、うん、待ってろよエブリンって初めて聞いたんですよ。なので、うん、待ってろよ、うん、でそのエブリンが、うん、来てほしいなということを読んだ一句です。エブリンいざなう珍しい言葉でチン言葉。わー、こうまいの素敵ー。おぬし、おぬしどこかでやってただろうこれ。うまいぞよ。やってますね。で、2枚目、2枚目、2枚目を聞かせてくれよ。2枚目、すごいぞ、うん、で、まあ、この待ってろよエブリンという示唆は、うん、199ゲーム以内に、うん、クライマックスバトルは AT 当選の、はい、まあ、本当に珍しい言葉なんですけど、うん、まあ、そこでクライマックスバトル行きました、うん、で、この先を、うん、の願いを読んだ一句です。こちらです、うん、そうはせよ玉虫色を身にまといと読みました。はい、というのもですね、ついていかんぞ、もう玉虫色、レベルが高すぎてついていかんぞ。マロの脳がどういうことだ。ですね、うん、まあ、乾燥したいということですね。あ、なるほど、ソウハ、はい、乾燥ソウハとか、ソウハせよ、すごいぞこの玉虫色というのはですね、私多分2回目なんですよ、その AT、 まあ今ハザードラッシュに入るところなんですけれども、うん、今その図柄の文字、始まりのゲーム数がプラス330ゲームとなっております。感想だ、感想だよこれも、はい、で、まあ、それがもうすごくきらびやかな、文字になっておりまして、なるほど、まあ、拙者的には玉虫色のような色味に見えましたので、玉虫色と。玉虫色、わからんってことか。いろいろな色に変化する虫のことでございます。現世でいうレインボー的なことか。なるほど、はい、で、その玉虫色を身にまとって、乾燥するぞという、はい、ガロみたいな話になってきてないかな。なんかガロで聞いたことあるようなことはあるけども、はい、そういうことでございます。レベルが高い、とんだルーキーが現れたぞ。すごい、なぜ隠していた。いや、隠してないです。オープニングでなぜ隠していた。そう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 。では、マロの、はい、マロは、4つ歌ったぞ。マロ4つも4つだった。まずこちら、機種知識ないならトークでごまかせよ。1台目歌、地獄少女が全くわからなくて、もう前兆なのかチャンス音なのか、まあわからなくて、トークでそういう時はごまかせよという、なるほど、新人ライターへのアドバイスだ。ありがとうございます。私はマロはできていなかったけども。2つ目こちらです。右よりも左に向くと首痛し。どうしたんですか。おととい寝違えて、こう右、こう後ろ振り返るとこっちの方が痛いなっていう、台探そうと思ってね。ありますね、うん、ありますね。そういうことじゃ。じゃあ3つ目、もうテンポだこういうのは。三択を外せば奥歯削れてくる。リノでね、深い。リノでトマトを外すたびに、グッてこう奥歯食い削れていくんだ。素晴らしい、消えた。そして、昼下がり儚く消えたトマト夢。トマト夢、せっかくね、リノでトマト揃えたんですけど、2連で終わったんで、昨日とか見てたらもう4000枚とかね出てたんですけど、うん、っていう、歌ぞよ。素晴らしい、うん、さすがマロ、深いでござりますな。どこが深いのだ。奥歯が好きです。奥歯が好きなのか。奥歯すごい。マロはもうトマト夢というこの5文字に全てをかけたのであんまり響いてないの。奥歯がいいか。奥歯でしたね。いい感じで温まってきているから、どんどんいい歌を歌ってください。それでは後半戦行ってみるでおじゃる。さあ、それでは後半戦、やめると言ったけれどもまだやめません。リノ行きたいと思います。まあ結構短時間というか、短いゲーム数で、2回もね一応 TC 来てたんで。こんなことある？これロックよりも軽いよ確率。さっきねこの冗談テンパイの時、青7個の辺やったんですよね。もう一回行こうか、リベンジ。
リベンジというか、さっきは成功してるけど2連で終わってるんで、そのリベンジを取りに、ほらそういうことやねん、そういうことやねんって。だからあれ2連じゃないですよってことを言いたかったの、これ、読みましょう。これは読めるぞ、もう降ってきてるよ、どんどん歌が、それでは歌います。やめないでよかったリノに I love you、 やめないでよかったリノに I love you、 カットでお願いします。ノリと勢いで書いてしまいました。さあ行きましょう、3周ゲーム、成功です。さあさっきは2連でしたからね、今回はもっといけるように頑張ります。よいしょい、1回目は左から押そう。嘘だろおい、おい嘘だろおい、セーフ。ちょっともうやめようよ、ほんまに。え、嘘でしょ、もうちょっともうやめてよ、もう、35ゲームちょっと出てたんかな、ピンチ目。はい、ということで、私にはこのひらめきが玉虫のように見えることから玉虫色というふうに読みましたが、初めての感想をできるかもしれないという、もう興奮で胸いっぱいです。でちなみにオカルトらしいんですけれども、バイオハザードに関して、1200とか1300この辺りの枚数を超えてくると、もう感想なんじゃないかみたいなことがまことしやかにささやかれているらしくって、私の場合もその1200、1300をもうおそらく超えてくるゲーム数を持っていますので、ということは感想なのか否かという部分も含めて楽しんでいきたいと思います。では拙者行ってまいる。こんなに持ったままハザードラッシュをスタートさせたことは今までにないので、もう本当にちょっと興奮でどうにかなってしまいそうな感じです。さあ振動しております、振動しております、すごい風とともに。これが強襲だったら、ああでも赤文字になってきてますね。はい、ミッションいただきました、弱地から。しっかりと上乗せです。おっと、ここでバイオゾーン3ゲームです。はい、はい、それでは後半戦、楽しくここから勝負をかけて頑張っていきたいと思うでござる。行ってまいりまする。よし、せい。に吸い込まれていきました。今日初めて汚れが吸い込まれるのを見ましたね。始まるでござる。スタートです。あ、後ろ向いてて今
画面をタッチしてっていうのを気がつかずにスタートしてしまいました。タッチしたら何だったんだろう、汚れが吸い込まれるやつだったのかな、ミスってしまいました。へい白行きましょう。糸おかしい、糸おかしい。いらないよ、いらないよ、まだまだいらないよ。なんで乗る。もうちょっと待って、あー大丈夫だ、大丈夫です、カイマが飛んでる。はい、まどか回避ありがとう、セーフです、よかった。あ、キューベが2ついる。京子頼む。あ、ダメか、はい、10。はい、伸ばそうか。5。はい、よいしょ、まどか頑張って回避、回避できない。はい、20でした。まあ通常通りいつも通りの感じです。そう、この企画を2回目やるっていうことで、ちょっと前回の経験をもとに、なんかちょっと一歩上にこうできたらいいなと思って、なんかその平安時代のなんか貴族の振る舞いとか喋り方とかを調べたんですよ。なんかね、前回さっきも言っていたように、なんかござるござるって言ってて、それはなんかちょっと違うなと思って調べたんですけど、なんかそもそもやっぱりこう言葉がもうすごく昔なので違うから、なんかそれを表現するっていうのがやっぱりちょっと難しいみたいな感じのしか出てこなくて、正解が見つからないままここに来ました。なのでまた探り探りにはなってしまっているのですが、気持ちはちょっとあの平安貴族のみやびやかな優雅な。そんな感じで頑張りたいなと。ラスト70ゲーム218枚。今日もいい日だねいい日だねって言ってる。218枚で、あと今更言うようじゃが、マロはリノが詳しくないでおじゃるから、お手柔らかに見ていただきたい、そんなことも知らんのかいっていうね、のはあるとおじゃると思う。うん、怪しいの。どうなんじゃ。違ったか。よし、6ゲーム。いいでおじゃるよ。バケ多めでもいいでおじゃるよ。さあ、1、2、3、4連。ビッグにレギュラーに。シェイク。これはやばいでおじゃるな、やばいでおじゃるよ。1ゲーム目はやめようぞよ。ん？レギュラーじゃないか、落ちたのか、落ちてなんだこりゃ、落ちたじゃない今ので、今のじゃろ、落ちたの？落ちたの？それは落ちたの、うん、もういい、もう諦めたぞ、うん、うん、やめようぜ。57ゲームでやめじゃ。さあ、それでは、続いてアンターの夫ハーデスを
打つぞよ、179ゲームから、まあまあちょっとどころじゃないぐらい早いけども、まあまあ打つ台はもうこれぐらいしかなさそうなんで、まあですもんね、結構、久しぶりというかあんまり打ってないのだなこれも、だから結構不安だぞこれも。中段のオリップ、あれ686ってメイン、あ来たチャンス、これがリップ、うおい行ったじゃない、初めてかもしれないよ、私やマロよしよし、まあまあとりあえず、あこれか、はい、260ゲーム、リップ4連からのゆるチャレ行きましょう、もう一個いい、ここまで来ただけでも十分だ、50パーぐらいあるんでしょ確か、ほらそんな揃ったことないけど、ほらいけい、おいおりゃゴットラース、うまいね、うわーマジで気持ちいい、これあのシーでおじゃるよ、パチスローはおいしょい、1、あれ鏡の音鳴ってましたよね今、これかドシャーン、よいしょい、お20乗った、よいよ、やばい、もうちょっとやりたいけども、はい25ゲーム、ここがね寂しいんでおじゃるよ、まあまあ早く当たってくれたから全然いいでおじゃるよ、トラッシュでおじゃる、ああラストでおじゃる、これ来たことないでおじゃるよ、うん、はい66ゲーム291枚でおじゃる、はい、じゃああなたの夫ハーデスで、思いついた歌をいきます、ゆるせぽね、出玉の方もゆるせぽね、ゆるせぽね、出玉の方もゆるせぽね、もうクオリティは諦めたでおじゃる、数で勝負だ、よし次行くぞよ、さあここでチャンスものにできるか、合戦弱いいですね、赤まで到達したい、チャンス目ですね、弱チャンス目、おお赤まで行った、よしよしよし、これはもう自信を持って、あ今下パネルフラッシュしてます、はい、おおママモールデッド、これはですね、私初めてです。ドーン。
これはですね、ベールです。ベールが鍵となっております。はい、これね、ベールを引けば引くほどこのように上乗せしてくれます。ベール引いた時のこの1回目のこの音がね、もうたまらない音。はい、これもまたいます。あー、もう最高。脳みそがとろけそうじゃん。とろけるじゃん。気持ちよい。いや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 、プラス40ゲームワイルドファイヤーで上乗せしてくれました。今回はママはついておりませんが、いけると信じて。いけますな。 OK でございます。また来ました、ワイルドファイヤー。ベルです。ベルを引きます。一緒に気持ちよくなろうぞ。たまらない。いきますよ。さあ、今回も素晴らしい35ゲームですな。35ゲームプラスです。フラッシュしてます。いただきます。ママモールデッド星4つ緑。これはいける、いけるいけるいける。感謝感謝でございます。はい、ワイルドファイヤー入りましたね。これに入ったら、まあ、ほぼほぼ30ゲームほどプラス上乗せができております。ただいま1362、ラスト206ゲームということはですよ、ほぼほぼ完走でございます。これはもう汗まみれでございます。興奮で、では行ってまいる。だいぶ嬉しいございますね。さあ、もう1400とかぶって見えませんでしたが、すでに今1402枚ゲット済みでございます。あれ、感激。ちょっとここで読ませていただきたいなと思います。拙者興奮しすぎて、もう訳の分からぬ句になりました。今回はこちら、黄金の流るる汗と涙かな。黄金の流るる汗と涙かな。
涙かな。黄金というのはまあここの2400というまあ限界の枚数を見て興奮のあまり目頭が熱くなっております。そして興奮のあまりこの着物の下はですね滝のような汗が流れております。では行ってまいります。もうこの後はもうひたすら消化していくっていうだけ。そっか、上乗せはない。それはそれでなんかこうちょっと寂しいような不思議な気持ちになりますが、初めて見るエンディングです。レア役が出ても上乗せなし。どかさんいらっしゃいました。魔女の気配を感じる。マミさん、そしてこれ以上あ、ホムラちゃん、レア役はなし。何度言わせれば気が済む。お願い、ホムラちゃん連れてって。結界入りました。よし、さて誰だろう。あ、京子、これは取りたいです。はい、鳥かごの魔女の警戒 50% なんとかしないと。ちゃんとおしゃべりもしてる。あっ、こっち。ああ、よいしょ。ああ、赤への道が険しい。ああ、なんで赤まで行けなかったです。でも黄色まで行けたので頑張れる頑張れる頑張れるはず行きましょう。カットインなし。今日こそ生もう悔しさが溢れてるのでここで一句書かせていただきます。はい、今の気持ちを歌わせていただきましたぞよ。決めないとならないところで聞けない私。決めないとならないところで聞けない私。今日この結界は成功させなくてはならなかったのではないかと思われるぞよ。つらいぞよ。もう少し頑張るぞよ。はい、それでは日暮らしの泣く頃に2を打っていくぞよ。前回も打ったぞよ。まあ、実戦時間が、ちょっと残ったということで、打つぞよ。うん、やはり近かったぞ。199ゲーム 60%。 これは1回ぐらい1回ぐらい取れそうぞよ。70、先に言っとくけどもうアシストでいくから。おい、 70% よ、出せよ70は。
ドエー70よ。もう歌ぞよ、これは。もうこれしかないぞよ、ナビ出ない 70% で2連続ナビ出ない 70% で2連続こんなことないぞよ、もう。だから引退なんだよ、こんなもう辛いことばかり。まあ、せっかくやからもう一周。おわ、熱い。初代のやつ下パンで消えてる。これ当たり確定なのかでおじゃる。とりあえず、レンボー白から狙おう。あ、持てた。赤どれこれ。あ、はい、226ゲーム1枚役から、白ボーナス。ここで貯めたい、この100なるまで貯めたい。早い、よし行こう。うい、最終的に頼るのは己でおじゃる。よかった、成功して。よし歌っとこう、これはもう歌っとこう。よしできたぞよ。では行くぞ。ビタ押しが決まった時はドヤドヤドヤ。ビタ押しが決まった時はドヤドヤドヤ。これもパチスロの醍醐味でおじゃるからの、技術介入世代は、共感する歌だと思うぞ。行こうぞ、もうカメラマンのリアクションは特に 見ずに行くぞよ。もう自信がなくなるからの、もう。な、2回か3回ぐらいチリ引いたことあるけど、こう、あ、ちょっと、ビタ押しで行くでおじゃる。今日うまいでおじゃるよ、調子がいいでおじゃる。あ、チャンスアップ、当たってるでおじゃるか。おじゃる当たってへんのかい。スイカでおじゃる、ギュルグリギュルギュルしてるでおじゃるよ。いや10回あらがった。はい、252枚でおじゃる。まあこんなもんでおじゃるよ。さあということで実戦終了の時間が来てしまったでおじゃる。結構いい実戦でおまんした、まあわからないけども、みんながどういう歌を歌ってたのか、聞きたいと思うんでエンディングに行ってみたいと思います。行ってみたいと思います。はい、いよいよです。はい、ということで初めてエンディングを見ることができました。初感想です。私思えばこの動画撮影で感想したの初めてでございます。いやー、もう本当に興奮状態ね。でこのまあ、エンディングに行った際、まあ、2つの画面、リザルト画面がありまして、これが普通のデフォルトタイプで、赤色の背景もあるっぽいんですけれども、赤
でも、まあ、設定1位ではないですよというだけですから、まあ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 、もうこの画面は私もあの個人的に撮影しておこうと思います。はい、というわけで初めての、感想をさせていただき、今の正直な気持ちを読ませていただきます。こちらです。行き止まり、一寸先に光あれと。行き止まり、一寸先に光あれと。本当に楽しくて、本当にいつかはこう感想2400枚出したい出したい出したいと思って、まあ、プライベートでももうかなり触ってきた台なんですけれども、いざやはりこう完走できて2400枚っていうのが出てから、こうレア役とかが出てきてもやっぱりそこで上乗せされないんですよね。だからそういう意味で行き止まりというふうにしました。で、まあ、パチスロの未来、まあ、いろいろ今2400枚が最大枚数になっている台も多いと思うんですけれども、まあ、もうすぐ間もなくまたそういう2400枚の壁が、なくなるんじゃないかなと、なくしてほしいなという願いを込めてこの一句ということで台頭したいと思います。はい、続いて私が参ったのはこちらですね。クリアの秘宝殿、こちらの台はですね、以前佐古村殿に教わって、とても楽しゅうございましたので、少々お触りしてみたくなりました。では行ってまいります。何パー当ててるでしょう。でちょっと待ったので一発で揃えたいですね、かっこよく。レギュラーボーナス一発でございます。レギュラーボーナスではございますが、98ゲーム、お、さあ本当にチャンスです。お、いいですね、色変わった。焦らず行くのだ。さっきは30から100になったぞ。ん、あ、上がってきてますね。あ、やりました。106ゲームまたしても 100% を出してしまいました。次こそ大きな方でいきたいと思います。幸せ、願い届きました。これにて実践の方は終了でございます。誠にありがとうございました。楽しゅうございました。今日はあんまり高まる演出が見れなかった。チョチェリーよく弾きますね。コムロちゃん、魔女と戦うのは、お、
小室ちゃんが喋ってくれてる。結構ラストチャンスに近い時間なので、あ、早いわ。まどか先走りだわ。さやかちゃん、ようやくなし、小村ちゃん、よいしょ。あ、入れます。よし、頑張るぞ。誰が出てくるか。マミさん、さあ、行くわよ。はい、行きましょう。笑え。あー、エレベーターがいない。これはちょっと辛いです。あー、黄色で突ですね。でも夕方ステージなんだ。汚れがまた吸い込まれていきました。実践を全て終えて今の気持ちを表しました。ワルプルーの幻おいて散るリアル、ワルプルーの幻おいて散るリアル。あの並びのすぐ隣の隣の方が最後ワルプルギスの夜と戦っておりまして、ああなりたかったなという幻を追いながらいろんなことを思い浮かべていましたが、私のリアル現実はとても儚く辛い形に散ってしまったという、そんな気持ちを込めさせていただきました。ちょっと他のお二人がどのような結果になったのかわからないので、エンディング楽しみに向かいたいと思います。ありがとうございました。実践終了でおじゃる。ごじゃる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 。あら、ご機嫌な姫が、ごじゃるごじゃるごじゃる、ご機嫌な姫が登場したよ。いいですね。ということで、いかがじゃったかな。後半戦は楽しくできたかな。楽しゅうございました。楽しゅうございましたか。どこ行った、あの浮かれ気分は。あれ浮かれ姫どこ行ったの。おちり殿どうしてました。殿じゃないよな。おちり姫どうしました。自分でこう上げていかないと上がらないぐらいちょっと落ちてしまった、じゃあ下がるの早いよ。もうちょっと維持してよ。オープニングでちょっと踊らせていただきます。じゃあ、分かりました。後半戦の歌を皆さんの聞いていきたいんですけれども、はい、じゃあまずはおじゃる姫から行こうで、はい、おじゃるお願いします。2つでございます、はい。決めないとならないところで弾けない私字余り。余り字余ったな、余ったな。はい、余ったな。余りまして、うん、最後の私の心の心境を、うん、歌った歌でござる。んワルプルの幻おいてチルリアル。ちょ、悲しすぎないか。チルとか幻とかなんかもう悲しい言葉しかないぞよ。はい、という感じで本日の私は終了したでござる。わかりました。じゃあ続いてマーローが行こうかの、こちらですね。まず、やめないでよかったリノに I love you。明るい。あの前半戦でリノやめて終わったんですけど、もう一回戻ってらすぐトマト引いて、はい、こちらです。許せポネ、出玉の方も許せポネ。あのハーデスね行ったんですけども、うん、ね、許せポネでまあ緩かったんですよ出玉の方。はい、これ、僕のあれは歌はテンポでいきますんで、はい、はい、日暮らし打ちました。ナビ出ない 70% で2連続70% で出るって言うてんのに2連続出ない出ない。これも日暮らしですね。ビタ押しが決まった時はドヤドヤドヤ。おー、満金のドヤ顔。ドヤドヤ、は
い、ドヤドヤドヤで、どんなどんなみたいな感じですね。違います。あれ格子を売られていく歌なんで、あれは違います。それでは最後よ、おぎん姫お願いします。おぎん姫何枚ですか？2枚。うわ、おー、2枚。いや、ただ最高傑作が出るよ、これ。いや、 やめてください、はい、もう本当にでも何にもかけませんでした。いやいや、もうみんなのハードル上がりっきりですからね。いやいや、またこっから下がりますので、うん、私ですね、あのあと、うん、なんと完走しました。あら、おー、さすが、はい、まあ、あんだけ持ったらね、はい、うん、初めての経験、うん、で、その2400枚と出た時に読んだ一句がこちらでございます。あら、一番気持ちいいところ、はい、うん、黄金の流るる汗と涙かな。うわ、ほら、風情がある、風情が、風情でおじゃるよ。何もないですよ、黄金と。いやいや、なんかずっと画録臭いけど、なんか風情があるよ、この流るるとかね、なかなか書けない。そして二つ目がですね、はい、まあ2400枚、うん、出し終わった後に読んだ一句です、うん、こちらです、はい、行き止まり、うん、一寸先に光あれ。お、これの、お、なんか人生を例えたの、なんかどういう初めての2400枚、はい、感想、はいはい、ずっとそこを目指していたんですけれども、うん、やはり2400枚出ますよって決まってからは、うん、どれだけそのレア役の示唆が出ようと、あの紫のびっくりが出ようと、うん、チェリーを引けど、うん、スイカを引けど、うん、乗りませぬ、うん、そうですね、上位が決まってるでおじゃるから、はい、そうです、うん、まあ、この先に、まあ、近い未来に、うん、この行き止まりの先まで行ける日が来ますようにという願いを込めた一句です。はい、明日への一句だ。違うか、明日への一句。いい感じでまとめたなと思ったら誰もピンときてないぞ。ということで、まあ、いい、こんな感じでございます。いい感じの歌だったんじゃないかな、うん、素晴らしい、ということで、まあ、歌を歌う、コンテンツではあったけども、うん、一応パチスローの動画なので、はい、終始の方、じゃあ、おちり殿からお願いします。わらわは、うん、1500枚投資、うん、回収はゼロでございます。辛いの、辛いの、まあまあまあ関係ない、今宵は関係ない、いい歌がその分聞けたから、続いてじゃあ、マロの収支は、投資が9450枚、回収が1157枚ということで、プラス707枚でおじゃる。おお、素晴らしい、いろんな台を追って、なんか、はい、こんな感じになりました。お、素晴らしいでおじゃる、はい、ありがとうでおじゃる。じゃあ最後、完走したおぎん姫お願いします。はい、私は総投資が650枚、回収がぴったりのぴたり、うん、2500枚、おろ、プラス1850枚でございます。素晴らしいでおじゃる。素晴らしいでおじゃる。楽しゅうございました。楽しゅうござったの。楽しゅうございました。まあまあ、楽しゅうござった方も楽しゅうなかった方もいろいろいらっしゃるとは思うけれども、最後に、はい、今日一日トータルの総括を歌ってみようぞ。にゃー、なるほど、うん、なるほど、はい、さあ皆さん、かけたでおじゃるか。はい、はい、では、終始良かったもん順からの発表となりまするぞ。はい、ではおぎん姫からお願いします。お願いします。あら、素敵。お、前から入ったぞ、前から入ったぞ。これ誰が教えたんだ、これは。どういうことだ。歌わんのかい。ごそごそ歌わんのかい。ごそごそ。奥にしまいすぎて出てこなかったの。夢心地、うん、願いかないし乱れまい。うわー、こういいな、よくわからんけどいいの。そういう意味があったんですね。なるほどね、さあ、最初の舞がその乱れまい。なるほど、あの舞はこれ舞うと、ああ私めの名前と、あとメダルの舞をかけております。ああ、これちょっと順番間違えたぞ、これ。間違えた、最後だったぞ。間違えた、間違えたぞこれ。じゃあ、続いてマロの歌をいくぞよ。、はい、次回こそ台本書いてよ、キャラ困る。
赤ん坊でござるな、今回もだいぶキャラ困ったぞよ本当にね、まあご覧の通り、クオリティが下がっていることがお分かりいただけたでは最後、おちえり姫お願いします。最後に出させていただきたいと思います、はい、悔しくて落ち込みつつも結果おぎん姫が素敵だったのでオッケーということになります。ルール515のルールよもうそこも今これ何なのこれ俺らは515でやってるけど何なのちょっと、うん、もうなんか575とかにちょっと詰め込めなくなったのでちょ詰め込む遊びなのよこれは素敵だったっていうことを、うん伝えつつ、うん、一応ここに糸おかしって書かせていやちゃそれ書いたら OK とかじゃないのよあれ違いました。うん、ちょっと使い方も違うな。おかしいな。はい、うん、まあよかろうありがとうございます、またお呼びしますんで、お時間が合えば、来てください。ありがとうございます、ということでまた次回お会いしましょう。さよならでおじゃる。おじゃるおじゃるおじゃる。ジュリアン東京みたいになってる